皆さんこんにちは、ツッコミコードです。皆さん最近仕事どうですか？やっぱり働きすぎですか？それかゴードみたいに引きこもって一切仕事してないか？まあどっちにしても、その日本人はちょっと働きすぎと思うんですけど、もう週6回仕事行って、その上に朝から夜までずっと働いてるというのは正直効率悪いだと俺は信じてる。そして最近の研究によって、もっと休んだ方が仕事の効率が上がるということが分かりましたが、今日紹介したいのは、まあ、先週のニュースなんだけどね、この動画先週作るべきだったけど、今日は紹介します。これ日本マイクロソフト週休3日制導入実験で生産性が 40% も向上、 40% も向上、会議は30分まで、メール対応も制限。日本マイクロソフトが働き方改革の新たな取り組みとして週休3日制を導入したワークライフチョイスチャレンジ2019年夏をこの8月に実行して、その結果として社員1人当たりの売上に、なんちゃらなんちゃらした過労生産性が 40% も向上したと発表しました。まあ、とりあえず週3日も休み取れて、そしてミーティングなど会議など30分超えないように頑張るっていう形でそのマイクロソフトをやってみたんだけど、すごく効果あったみたいですまあその上に、まあ 90% 以上はいい変化があったと回答しました。まあそれはね、みんな同じ給料でその休みが増えたら、まあ、みんな嬉しい。もうこれ 100% じゃないのがもう不思議ぐらい。まあその残りの 10% は多分ね、奥さんがうるさいから家に帰りたくない。で、取り組みが行われた月の電力消費量は前年同期率 23.1% 減った。会議をなくしたことで、書類の印刷枚数は 58.7% も減ったと。まあそういう、ね、まあもちろん、まあ電力、もうただ節電したいなら、ね、一年中ずっと休めばいいんだけど、ちょっと休み増やすだけで、人の効率が上がると思う。でも私は会社とか行ってないからこそ、そういう効率、どうすれば人間の効率が上がるかって分かってるかもしれない。なぜなら会社に行ってる人たちさ、もう朝の何時に着いて、朝の9時に着いて、で夜の5時半、6時半、8時半、分からないけど、とりあえず部長とかに言われた時間まで会社にいれば OK。仕事ではもちろん結果は求められてるけど、結果というより、この時間内に会社にいなくちゃいけないっていうところも多いと思うんだけど、私は仕事自分でやってるから、ドラムの練習と YouTube とか動画を作る時も自分でやってるから、時間かけたくないよ。1分でも早く結果出して終わらせたい気持ちだから。最近結構気づいたのは、今は毎朝スタジオ行って1日2時間だけスタジオで過ごしてる。昔はもっとね、毎日ドラム練習してたんだけど、多分今は2時間だけで、同じぐらい昔1日スタジオに行った時と同じぐらい結果出せてると思う。なぜならその時間が制限されてるから、この2時間だけ思いっきり頑張ればいい。そしてこの2時間しかないから、どうすれば一番結果出せるか、どうすれば一番上達するなのか、考えて効率的には練習し、することになる。で、マイクロソフトで生産性が 40% も向上するっていうのは相当だよね。一応、これ1ヶ月だけやってみるというのがあって、まあ、その社員たちはなんか気分の切り替え、もあって、すごい数字が出たと思うんだけど、会社はもうちょっと人にその遊ぶ時間、休みの時間与えると、人の想像力と、そのクリエイティブなところは、上がると思うんですよ。で、会社で何をやってても、やっぱりある程度は
発想力とクリエイティブな心がいずれ会社のためになるだと思うよ。掃除する人でもなんか自由に考え込んでいい時間を与えると、ちょっとぼーっとしてなんかいろんなことを想像する時間与えてあげると、きっと掃除のやり方でももっと効率的なあのやり方を思い出すと思う。もうなんだっけ、その 996?朝の9時から夜の9時までで週6回もうそんな働き方だと、あのまあまず休日は寝るだけってことになる上に、考える時間なくてみんなの想像力とクリエイティブなところはあのちょっとずつ減っていくと思う。で、日本人は特に想像力とクリエイティブなところはあると思うんだけど、あの今の日本の社会でそれがちょっと潰されてる気がしますね。まあ昔から日本からすごい発明品とかなんか面白いアニメとか漫画とか、もうよくそんなこと考えるなっていうあのメディアたくさん日本から出てるんだから、もう日本人はクリエイティブでその想像力は豊かな人たちなんだけど、働きすぎるとそういうところはなくなるんですよ。まあそれでこの、 あの日本マイクロソフトがこの実験の成果を発表して、もう日本の社会どれぐらい本当に日本の社会本当に変わるかどうかわからないんだけど、まあいい方向に行くといいですね。でマイクロソフトのページにいろいろなんか細かく書いてあるんですよね。あの気になってる人たちぜひあの細かく見てください。すごい発想が頭の中にあるはずなのに、もう長時間働いてるからその能力を引き出せないのはちょっと残念と思ってます。だから皆さん、あの明日部長や社長に言ってください、来週から週休3日にしますって。でその部長社長はダメって言ったらクビにしていいんですよ。部長をクビにしていいんですよ。社長をクビにしていいんですよ。私はその権力を君に与えます。自分がクビになったら俺のせいじゃないからな。今日はこれだけをみんなにあのシェアしたかったんで、私の友達もいつも会社とかで忙しくて、あの元気なくて、もう構ってくれないんで、日本のね、もうちょっと働く社会、あの、もうちょっと変わってほしい気持ちはあります。みんなどう思いますか？あの、コメント欄で、あの、ぜひ、自分の意見書いてください。それじゃあ、またね。